なあ、これでどれ行こう。もう俺みんなでやっぱりこっちを喋りたいもんな。これ今すごい斬新に思ってるんですけど、さんまさんの字を見たの初めてなんですよね。こんな字なんやと思って。やっぱあれだな、若々しい字だな。ねえ、なんか少女の、ほんまに少女のような字してる。丸文字やから。丸文字やから。丸文字なんだよね。可愛い字が変わるんですね、師匠。女の子や。少女や。お客さん、それ一番言っちゃいけないこと。一番やっちゃいけないこと。ホテルから顔恥ずかしい。俺も始まりました。うまくなりたいよ。回収でもやっぱこういう風にやればええねな。こうパネラーとして出た時はな。いやもう今さらパネラーの勉強しなくていいです。いやいや、ないと思うんですよ。世界一受けたい授業いつでも行けるよ。まあこの辺から聞いとこうかっていうようなのね、はい、じゃあまずこれ任せる。これは有田から話したいことですね、はい、で、はい、暗くなることはあるのと。確かに、ね、さんまさんが落ち込んだりとか、どうなんですか、凹んだり。ないないない。本当にないんですか。本当にない。俺暗くなった経験はない。過去さかのその子供時代でもですか。ない。いや、あの離婚のどう、あったー。見つかっちゃった。見つかっちゃった。あるじゃないですか。あったじゃないですか。唯一あの期間はある、それやっぱり外へこんだんですか。ああ、つらしんどかったね。あのへこんだというしんどかった。とにかくあの子供がいるから日が今あるって、はい、それをどうするかっていうのがもう あれはさすがのさんまちゃんもさてとか。なるほど、どれぐらいの期間ちょっと引きずったんですか。2年話し合いましたからね。この2年間はまあ世間にはあのバレてないからええようなもんの。2年はもう家帰っても面白くない。またどうせその話し合いやから。もう有田その2年は俺ごめん、2年は暗かったと思うわ。家の中で。あ、家の中でですか。そうそう、外は一歩出たらもうね、あの仕事場やから家の中。へえ、もう喋らない感じですか、無口。いや、じゃあ会話がないね。もう離婚決まってるから。そのあの会話があってもものすごくうわっつらいねん、お互いな、はいはい、それがつらいのよ。で子供といる時はわーって子供らと一緒に遊んで、あのそこにはあのね、大竹しのぶさんも、まあまあもうええわ、前の奥さん名前言うわ、大竹しのぶさん知ってますよ。日本中知ってますから。隠しきれてると思ってたんですか。全然爆弾発言じゃないですよ。ああ来てくれましたし、前何やねん。相変わらずおっちょこちょいですね。それであのそのわーってわー、子供がボンと寝ると、はい、二人だけがスコーンとリビングにいる空気の、あのまあ誰も経験したことないから分からへんか。 あれはもう辛いね。向こうも辛かったと思うわ。あ、だからもうパンこういう音が聞こえるんですよね、うん、けどさあどうしようかと、あテレビやとか思ってテレビつけたいぞ。ほいでテレビの音ともシーンとして、ほんでお風呂入る。それこんな方だったっけ。それ市原悦子さんじゃない。あれ家政婦は見たの喋り方です。奥さん市原悦子さんでしたっけ。大竹しのぶさんですよね。昔結婚した当初おめでとう大山信夫さんと結婚してた。あれはドラえもんということはありましたけども、お風呂入んのっていう感じになるんですよ。おーこっち明るくしようとするから暗い話はそれがどんどんずれてくる。あで向こうがあのボディーブローですから全部トークが。ほう、なんでそんなこと言う。じわじわこれなーに。あこのチケット誰と行ったの。そう、それは蓄積しますね。お前いっぺん大竹しのぶと結婚してみる。もうねパンチはないけど手数は多いぞ。もう一発なんじゃねえよとかはないわけです。バシン来てくれたら「いったーごめんなさい」とか言うみたいな。ないねないね。起きなさい。きついなそれ。顔を上げてお願い。それはしんどいわ。いやでも
っていう話し合うのが好きな人やからね、あそうなんですか、あそうなの、でも逆にでもね大竹さんも、うん、よくさんまさんと結婚ほんまに結婚しようと、まあ、そうそう、あれすごい、ね、申し訳ないですけど俺の人と結婚するかって俺らいつも誰がこんな人やな、ま、誰がこんな人やな、いや俺いつもさんまさん側の話しか聞いてないからな、はい、大竹さん側から考えると人と人とのコミュニケーションが取れるのかなだってゆっつかりな方でしょ、そうなんだ、あ得意、ほんとええこと言ってくれた、ほんと今振り返ってもよう結婚してくれてたと思う、無理やもん、こんなおっちょこちょいな、こんなテンションの高いほんでプラス思考でしょ、ほんで向こうはもう落ち込みたい日もあるわけですよ、はいはい、落ち込んでたらこっちは励ましてやろうと思って、あこんなことどうでもええなっていう感じで台所でこんなことしてるから、何があったかなんなお前ほんまやねんて、無理やすごいですよね、でも名勝負だったんでしょ、ずっとボディ打ってるハードボール、キレのあるパンチャーともうボディーブローなんでやそんな感じで顔上げてうだからね、一度二人ももう、パッと喧嘩したら2階とリビングに分かれるんですよ、大体、はい、向こうは向こうで腹立ったことがあって、はい、あ悪いなあんなことを怒らせたあした仕事なのにと思うよってずっと夜中の3時2階とリビングやね、はい、そしたらね朝の4時ぐらいにって声聞こえたらしい、まさか自分のビデオ見て笑ってるんじゃないだろうなっていうので嫁やんが近づいてきて、なんで喧嘩したのに自分のビデオに笑えんのよって言われて俺自分のビデオにそれ延命怒っとった